はい、こんにちは、真夏真中です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は2年前に施工したお客様のご自宅に来てまーす。はい、なんと依頼していただいてお客様も見ているというなんともプレッシャーのある感じですけれども、見ていきましょう。外光もやってます。枕木ここから入って、でここにロストラータがあります。これはね、将来的にここぐらいまでやっぱなってほしいっていう高さ出して、こっちとのこのバランス、まあ、ここがメインツリーになって、こっちが高くてこっちがこれぐらいになってほしいなっていうのが、今後成長してほしいなっていうのがこのロストラータで、いろいろとその後からアガベが増えたということでとてもアガベラバーとしては嬉しいですね。で、これポストも選んでいただいたんですよね。ここにあるのが手まり下付けだ、ここにあるのがフェスツカグラウカ、ここにあるのがコルジリネ。多分植えた時はね、どこぐらいでしたかね、多分ここぐらいでしたかね。結構大きくなってます。これは1本を2本みたいな形で違和感なく育ってます。ここに、先ほどお話を聞いたんですけれども、プヤが入ってます。プヤね、所沢なんですけどいけます。強いね、プヤは。で、綺麗なんで、ワンポイント他の人と被らないようなものを入れたい方にはおすすめなんですけど、フックがね、反対になってるんで、内側にと外側に向いてるんですよ、トゲが。はい。なんで、剪定するときも絶対に手に刺さりますね。アガベと違って、トゲが柔らかいんで、刺さったまま指についていきます。はい。という、痛い品種ですが、かっこいいですね。いい感じに育ってます。で、次に、こちらです。こちら、千寿蘭。多分、2年で、ここ、そうですよね。ああ、伸びてます。2年で80センチぐらい伸びてますかね。あっという間に大きくなっちゃってます。で、これが、何だったっけ。あ、そうだ、ヤツデです。ごめんなさい。ヤツデです。これ確か Y 性のを入れたんで、大きくならないんですよね。Y 性品種って言って大きくならない品種があって、それを入れてるんで、これは大きくならないやつです。まあ、ドライガーデンであんまりワシャワシャなりすぎちゃうと、全部結構隠しちゃうのもあるんで、これがディアネラのブルーストリームですね。すごいアガベのテンブルーとかであるんですけど、こうトリコームが乗るタイプですね。はい、触ると取れます。はい、これがね、地植えするとすごい綺麗な色が出るんで、結構販売店さんで売ってる時はここまで綺麗じゃないんですけど、地に下ろすとこんだけ青く綺麗になります。で、ここがヘスペラル、すごい種が、はい、出てますね種から、いやいや全然いけます。はい、すごい、もう意欲的ですねはい、あ、じゃあ去年咲かず、今年来年も咲くと思います。で、一回咲くと脇芽が増えてどんどん群生になっていくんで、咲いたやつから新しい葉っぱ出てこないです。新しい小株みたいのが出てどんどん広くなっていきます。はい、問題がここです。エレファンティペスとこのティアナが、最初多分これが一番小さかったですかねちょっと反るようにこのぐらいのサイズで入れたんですけど、これが一番大きくなってます見る見るうちにで、この1本を隠してしまってるのと、こちらにあるのがね、ちょっともしゃもしゃっとしちゃってるんで、全体的に目立つものがこうどれがこうメインなのかっていうのが分かりづらくなってるので、今日はそれを剪定していきたいと思います。これで剪定の仕方がもう分かりますねこのユッカロストラータはトゲが痛いんで、最初から下の方やろうと思うと切りづらい。で、どこまで落とすか決めたら、上から1回ハサミ入れます。はい、で切ります。で、いた、横のも切ります。で、横のを切って、腕を入れられるところを作ります。まず、はい、そうするとここに手が入るんで、このまま横にした状態でどんどん切っていけるようになります。そうするとあんまりこう手が怪我せずに全部切ることができるんで、で、またここ切ったら下切って、で、最後見てもらった時に、バランスが整っていればそのままで OK ですし、もしもうちょっと上まで行きたいなと思ったら、このままここを切る。で、その時にここの葉の長さが合うように、極力合うように切ってあげる。だから、まあ、このまま横にスライドしていけば長さがこう変わるってことはあんまりないんで、それを最初からこう痛いな痛いなってやっちゃうと、結構皆さん一番下からこう綺麗に切っていこうと思うんですけど、どこまで切るかを決めてから穴を作ってこう切っていくとすごくやりやすいです。はい、でもこれはもう次回以降の依頼はいらないかもしれないですね痛いですね手袋しないでよくできますよね。手袋しないと絶対やらないですよ。もう10年もするとトゲと友達になれます
付き合い方が分かるようになってくるという次下付けはここまで長いとこれが今隠れちゃってるんでこれの良さがあんまり目立たなくなっちゃう。ただ逆にこれ切りすぎちゃうと今度こっちとのバランスが取れなくなるのでそうなった時にどの枝をまず残すか考えます。そうすると大体このぐらいの高さが、まあ、マックスでも高くていいなと思うんでこの枝はもう元から切ります。この元から切っちゃいます。はい。でこっちの後ろに行ってるやつ分かります？これはもう邪魔になっちゃうんでこれはいらないです。ここら辺もいらないですね。どんどん抜いていくような感じですね。でこっちと干渉しててここにアベリアって言ってとローズマリーが入ってるんですけどもしゃもしゃしちゃってでローズマリーとかはもともとそんなに群れに強くないんで他のが干渉しちゃうとこうやってがれてっちゃうんですよね。はい。匂いがある植物なんでこう今ハダニが見えたと思うんですけどハダニが飛ぶんですよ。ハダニがついちゃうとローズマリーって食べたりも本当はできるじゃないですか。料理に入れたりそれが使えなくなっちゃうんで綺麗にこの周りをね風が入るようにしてあげるとローズマリーはいいです。で切ってここら辺が3つの枝が今全部同じところにあるんで長いこの子を飛ばして空気感をここに出していきます。今1本飛び出てるんでこれがいらない。でここもこれがこうなくても大丈夫かなっていうのを一回想像してあげるといいです。こう自分で手で取ってみてでなくても大丈夫だなと思えばもう元から切る。ただ不安な方はここだったら2つ絡み合ってるんでどっち切ったらいいか分かんないじゃないですか。で切りすぎちゃうと怖いんでちょっとずつ先一歩切ってっても OK です。ただ切ると今ここ見えます？新しい芽があるんでここからまた分岐して出てくるんですよ。なので本当は根元から切って透かしてあげた方がまたここでこうボリューミーになっちゃうんで、でもまあボリュームをつけたい時には切ってあげた方がいいですね。成長点を落とすと分岐してくるので。でこれもこっちとこっちがあって多分おそらくこっちがない方がすっきりするんでこれをなくします。で今この2つがあってこのこっちのこの方が枝が太いんで今風吹いた時に揺れる枝の方がいいんですよ。風にそよがれてふわっとした方が綺麗に見えるんでこれは今こう葉が揺れない、この葉が揺れてるのを葉が笑ってるって言うんですけど笑ってあげるように剪定してあげるのが剪定の時にいい方法です。これ切って、そうすると今アベリアがちょっと目立って見えるようになってきたと思うんですけど、そうすると色のコントラストも最初に作った時と同じようになってきたのでだいたいここは OK。 あとは高さを整えようかなっていう、これが一番高いんで小さく、でこれも切る時に一回短くしてあげて、これもでかいんで短くして、でこれは大きく出すぎててさらに太いんでこれをこっちで切っちゃうとこれがもっと太くなってきちゃうんでこれも根元から落とします。これをどんどんここでこう落としてこうしていくとどんどんこっちが太くなっていっちゃうんで、どんどん落として新しい小さいのを出してあげるとずっと風に揺らぐ葉を作れるんですけど、皆さんだいたい先っぽ邪魔だなと思ってパンパンって先を上げるんですよね。そうするといい腕ができてくるっていう太いそうなんです、はい、その塩梅を見ながら徐々に切っていくような感じですね。絶対にいらない枝から、切ってって、その後にどのぐらいの出幅ってにするかを決めたらそこまで切ってあげる。でこことここが同じだとあんまりかっこよくないんでちょっと短くしてあげる。そうするとこの子が目立ちつつこっちにも風が入るようになる。でここのフェスカグラウカの下にある葉っぱがいらないのでここら辺も切っちゃいます。はい、これと喧嘩しちゃうんでこっち切っちゃいます。はい、フェスツカグラウカに関してはちょっと量が多いのとこっちにはあんまり葉っぱがいらないんで後ろ側のここの根元からもう噛み切るように、で一回この円を小さくしてあげる作業を先にします。であんまり今後ろと干渉しなくなってきたんでちょっと長さが気になるなと思えばこう上の方はランダムに切ってあげた方が自然なのなんか分かります？これをこういう風に切っちゃうと髪の毛でまっすぐ切ったのと同じになっちゃうんで切れるハサミである程度の円を作れたら
ういう風に切っていくといいですね。ただまあこのままやってまっすぐバスンで切っても雑草みたいに強いんで新しくうわっと生えてくるんですけど、どうしても1ヶ月2ヶ月間の見た目が悪くなっちゃうんで、切り戻すってなったら全部切っちゃった方がいいんです。刈り込んじゃった方がいいんですけど、はあ、2年に1回ぐらいは剪定方法でいいかもしれないです。ただ自分でやるときこうやってゴミ出るとすっごい大変なんで大体の人がこう切っちゃいますよね。こんな感じでちっちゃくして、ようやくちょっとアベリアが見えるようになってきたんで、中にある葉っぱをしっかりゴミなんで取ってあげて通気性を良くしてあげる。はい。で葉っぱがこう病気だったりする場合に落ちちゃうと他のに伝染する可能性があるので、しっかり下に落葉した葉っぱは取ってあげる。で、ローズマリー、ローズマリーも多分上から切ってますよね。見えます？肌にがピョンピョンしてるんですけど、すごい透かすっていうのが大事で、髪の毛でいう透かし作業と同じで、空気感を出してあげる方が虫が住みつきにくくなるので、根元から切るんですけど、本当はもうちょっとワシャーとなってればうまく隠しながら一本ずつこう抜いてって綺麗な透かし剪定ができるんです。どれも一本についてるんで、これ落としちゃうと多分ほとんど葉がなくなっちゃう。もし今回気にならないようであれば、全部根元から切っちゃって吹き戻す方が綺麗な形はもう一回作れるかなっていう感じがします。また太くなってるんで、これは思いっきり切り戻しちゃった方がいいかもしれないですね。さっき言ってたこの太いのをとにかくなくしていく作業で、こっち細いの分かります？この形をとにかく残してってあげる、風を通してあげる作業で、ここら辺にあるのも一個切って一本にしてあげる。こういうがれてるやつ、こういうのはもう切っちゃっていいです、根元から。はい。でここの2つ、ここら辺も今全部見ると葉っぱがくっついてるじゃないですか。なのでここのどっちかを落とすんですけど、これを落としちゃうとここが抜けちゃうんで、この子を落とします。はい。ここに風が入って、で今度こことここの葉っぱがくっついてるんで、ここを落とす。でここの間に葉っぱがあると風が入らなくなっちゃうんで、今みたいにちょっとちっちゃいのをこういうのを落としてあげる。虫がやばい。でここも今2本同じようにかぶってるんで、どっちかを落とします。とにかくどんどん切っちゃいます。とにかくローズマリーの切り方は風が入るようにしてあげる。で太い枝をとにかくなくして、太いのはもう ここだけ、元だけで、あとはいつも優しいのを出してあげると、一番最初に植えたいのはこうふわふわっとしたローズマリーが作れるんですけど、だいたいどこのお家に植わってる方もこう切って、そうそうそうです、そうです、そうです。はあ、で切り戻す、太いのを、でこれも元で切ります。それ見た覚えはあった本当ですか？あ、意外といざやってみると難しかったりするんですよね。はあ、そうです。でこういう風に絡んでるやつは全部手でこうやって取ってあげる。ただ相当何とかがついてるんで、剪定して、まあ、裸にしても気にならないようだったら全部落としてあげた方が株にとっても優しいですね。この葉の長さを切る時のポイントとしては、最初切ってってもらって、今ちょっと上に上がったの分かります？重さがなくなって、この様子を見ながら切ってってあげると、今 重さでこう下がっちゃってるんですよ、葉っぱの重さで。これを切ると上に上がるじゃないですか。これで上がればこのぐらいで OK かなとかっていう基準にしてもらえれば、これもいらない、下はいらないですね。1回これも下がってるんで、切るとちょっと上に上がる。でこことこことこの3つがちょっと混み合ってるんで、1個いらないかなっていう感じで切ってきます。はい。でこっちにある、こっちに向かっていってるやつも後ろの枝なんでいらないです。はい。結構日の感じからするとこの子がだいぶローズマリーを隠してたんだと思いますね、日から。だからより虫に住み着かれちゃった感じですね。結構枝数が少なくなったの分かります？はいはいはい。そうすると風が入ってきて、うん、あの子たちがしっかりまた伸びてくれて、今全部切ってるんで、この下から新しいのがまた出てきてくれるんで、新しいのが出てきたら今いる子たちをリセットしていくと、いつも綺麗な人の頭で考えてもらうといいかもしれないですね。結構風入ってこないと痒くなったりとかするじゃないですか、はい、重くなると。で透かしをしてあげて長さを整えてあげると綺麗になるっていう感じですね。であれをやってみると、今度の霜付けが重たいなっていう感じがするんで、ここからまた切っていきます。もさもさしたのね。あと植物の特性を知ってれば
先ほどのこれは伸びるのが早いからと思ったら、ちょっといつもより低くしてみるとかっていう風にすると、その半年後にちょうどいいサイズになってまた切り戻してっていう風にできますね。はい、で結構こいつ成長早いんだよねっていうのが意外とヒントでそういうやつはもう結構バツバツ切っちゃって、もうどうせ伸びてくる、思い切って切っちゃう。はい、よいしょ。ちょっとこの子が頭出せるようにしたんで、このアベリアと最初に僕がこう入れてたコントラストがちょっと戻ってきたかなっていう。はい、そうすると今パッと見た時にコルジリネがやっぱメインツリーとして急に、はい、生えてくるっていうのが、あと植えていただいたヘクチアもしっかり目立ってますね。で結構このコルジリネ、蒸しるのか切るのかっていうのをよく聞かれまして、蒸してもいいタイミングとダメなタイミングっていうのがあって、早くのうちに蒸しりすぎると幹が太、あの細くなっちゃうんですよ。ちょっと早かったかもしれないですね。結構気になった時にこうどん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 こう蒸しっちゃうと、若いうちにこうこんな感じで残っちゃいますし、最悪ここから菌が入ったりして腐敗する可能性も出てくるので、極力で、また次の剪定ぐらいにはおそらくこれがカピカピになってるんで、その時に手でこう剥いてあげるのがいいかもしれないですね。あとはしっかり露出してあげることで幹が太くなってくるかもしれないですね。肥料をあげたり、このぐらいの高さに、今左側の高さを目安にしたんで、これぐらいで全部切っていくと綺麗になると思います。はい、結構コルジリネは皆さん好みがあるんで、どっちの方がいいか、まあ、ここら辺まで切っても全然大丈夫なんですけど、どっちの方が好きですか？あれ方が90度を超えたら切っていいよ。はい。はい。はい。教科書通りに。そうですね。90度以下になるぐらいで切った方がいいかもしれないですね。これぐらい？あんまりにもちょっと垂れ下がってると、剪定してないというか、だらしない感じが出ちゃうんで、これぐらいの方がいいかなと思います。ただどうしても余計な体力使うんで、もし気にならないんだったら、ここまで剪定するとき落としちゃっても大丈夫です、はい、そうすると新しい葉の展開が早くなると思います。こんな感じで進めていきます。はい、で最後にこの子ですね、剪定するのが難しいっていうことで、もうここで分岐してるんですよ。だからもういらないのからこれでどんどん太いのから落としていきます。はい心配になりますよね切ります。とにかくね、ここはこのエレファンティペスが目立つようにこれはサブの役割でしかないんでこの子がバランス感を全部崩しちゃってるんで、これもいらないですね。で結構寂しい感じになっちゃうんですけど、ここまですると一回そっちが見えてくるようになるんで、一気にデセメティアーナどうするかの前にこっちが綺麗になってくれると、これをなくすのかこっちをなくしていいのかっていうのも分かるようになってくるんで、意外とどっちも抜かない方がいいかもしれないですけどね。ここで抜いちゃいます。抜いちゃうとこっちから見た時に結構寂しくなっちゃうかもしれないですね。最初こっちが被ってたんで、こっち抜いてもいいかもしれないですねってお話だったんですけど、多分こっちをこれ抜くと意外とそっちから見た時は結構そうですね、寂しいと思いますね。はい、植える時って2つの角度から見てるんで、多分ここからの景色とあっちからを見てるんで、なくさない方がいいです。暑いですね。どうしても今まで伸ばしてたんで不格好になっちゃうんですけど、新しい芽が出てくるんで、若いこの細いのを伸ばしてあげるんですよ。でこの子たちがこっちに来てくれたらまたこいつらいらなくなるんですよ。そうです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 、そうです。今もまあ切ってもいいぐらいなんですけど、光合成するためにちょっと残しておきます。他のだとワイドに葉っぱが出てるんで剪定で綺麗にできるんですけど、全部まっすぐこう立ち上がってるんで、ここは寂しくなっちゃうんで、今ちょっと曲げようかなと思って枝をこう、はい、ちょっと曲げてました。 この子たちですね、大事なの。これ切っちゃうとアウトですあんまり今抜けるのが気にならないっていうのであれば、ここ切っちゃっても OK ですね。これとちょっと切りましょうか。いいですね。はい、こういう風に可愛らしいのが残ってくれるんで、なんかちょっとまた石入れようかなとかっていう、大きい石入れてもいいかなみたいな気持ちになりますよね。意外とこっちもいらないかもしれないです。はい、太いのがないと
すごい優しくなりません、うん、で今頭を落としてるんでこういう風に落としとけばまた新しいのが下からこう吹いてくると思うんで、それを生かして良くしていくようなイメージです。であっちにあるのもあってもいいのかなっていうなんかここはおしゃれだなっていう風に思いますけどここはこうここをちょっと落としといて、まあ、こんな形で出てても可愛いなっていうここは残しでもいいかもしれないですね。おそらくこのデスメティアーナもここら辺まで剪定したら結構見え方変わるかもしれないです。まあ、もさもさもさっとしてるんで、そうした場をこう切ったら結構見え方変わるかもしれないですね。多分この子は一回も切ってこのように切ってもいいかもしれないですね。はい。はい、幹があったらやっぱかっこいいですよね。よいしょ、こんな感じで、まだあんまり切りすぎちゃうと、もともとワシャッとしてる木じゃないんでちょっと間抜けちゃうんで、これぐらいの方がいいのかなとは思ってます。多分ここまで切っただけでも後ろがなんか見えてくるようになるんじゃないかなっていう気はします。そうするとあんま抜くか抜かないかっていうより剪定で良かったんじゃないみたいな、この辺の感じで、ちょっと今ざっくりですけど、あ、そうです。多分これであそこまでやれば後ろ見えてくるんで、今ちょっとね加えただけでもどれもしっかり主張してくれててバランスは取れてきてるかなって気がします。はい、そうですね、ちょっとねなんかポイントで石入れてみてもまたいいかもしれないですねかっこよくなりそうな気がします。はい、 OK、 じゃあちょっと一回撮影はこれではい、じゃあそんなところで今回は所沢のご自宅の外光と植栽やらせていただいたお客様のところに来たんで、皆さんも今剪定してもいいシーズンなのでぜひ試してみてください。疲れが出てる、もうすでに暑くてはい、ご視聴いただきありがとうございました。あ、東京と沖縄、あとまあ大体全国でも施工可能ですのでぜひお問い合わせください。ありがとうございました。